ラットインプス日の丸騒動、まあこれはまあ SNS を発端として騒動になったんですけども、うん、えっと野守さんは野田くんとあのプライベートでも交流があるということで、まあ、はい、これこの話したりしました？しました。あのー、僕個人ではその前に飲んだ時に喧嘩して連絡を取ってなかったので、うん、この騒動のおかげで連絡できた感じです。<ー>はい、いい騒動だったなって思って。<laughs> <laughs> ププラライイベベート的にはね、<laughs> そう大丈夫っていうのでまあその本人がどういう意図で書いたかとかそれはもうわかんないっちゃわかんないしちゃんと聞いたわけじゃないしまあ使っちゃいけない言葉みたいなまあ見たまとかそういうところで少し引っかかった人もいればっていうので僕はだからねワイドショーとか見ててもこれなんかすごい掴みどころないなって意外と思ってたんですけど。 魚屋的には、これど、どう、どう、していくの。まず、まずね、まず、まず今回語りたいのは、うん、まあ、日本はナショナリズムを。<music>